ブレダの会場はディエゴ・ベラスケスによる絵画1634年から1635年に描かれた1625年6月5日のブレダ陥落を成し遂げたイタリア生まれの将軍アンブロジオ・スピノラと共にイタリアを訪れたことがこの絵の制作のきっかけとなっているブレダの会場はベラスケスの代表作の一つであるジャンモリスはこの絵を あらゆる絵画の中でも最もスペイン的な一枚だと評している。1625年のブレダ陥落は80年戦争後半において数少ないスペイン軍大勝利の一つである。ジェノバの貴族でスペイン軍の将軍であったアンブロディオ・スピノラは上司の指示を無視してブレダを占領した。ブレダ占領の前にスペイン政府は北海沿岸低地帯の堅牢な都市に包囲戦を 仕掛けるのは、金の浪費だ、ネーデルラント連邦共和国の経済封鎖に集中すべきだ、という方針をすでに決定していた。この段階で、スペイン軍の大部分は大きく展開する30年戦争の型に振り向けられていた。ブレダは、国境線近くにあるオランダの都市で、1567年以来、アルバコの支配を受け、10年後に奪還されるも再び、襲撃を受けた。 町は、オラニエナッサオ家の所領で、彼らが築いた堅固な城は、ベール・オブ・テンピと呼ばれた。1624年、ドイツでの戦争が停戦となり、スペイン軍はその勢力をブレダに集中させることができた。難攻不落で知られる要塞を攻撃することは、賢明ではないという考え方が主流だったが、アンブロジオ・スピノラは、ブレダに向かうという非常に重要な判断を下した。 レガネス公爵ディエゴ・フェリペデグスマンとカルロス・コロマモ・スピノラについてブレダに向かった。スピノラが軍港を建てたのは1604年にフランドルのオーステンデを陥落させて金曜も勲章を得た時である。したがってブレダの方位はオランダとスペインの交戦であるだけではなくオランダ側の名称オラニエコマウリッツ・ファン・ラッサンはスピノラと互角の戦いを交わしていたが 包囲戦が終了する前に死亡していた。その後を継いだオラニエコフレデリック・ヘンドリックはオランダ軍の勢いを盛り返そうとしてうまく行かず最終的に5月に降伏した。ブレダの敗北の子は当時の高潔さと寛大さを表していた。スピノラの勇猛と成功に眼下されてベラスケスの描いた絵がブレダの会場であった。ベラスケスがこの絵を描いていた頃、 すでにブレダはオランダに奪還され、スピノラも死去していた。スピノラが死去したのは1630年の秋、彼がベラスケスと共にイタリアへ航海したわずか1年後のことであった。ベラスケスは、ブレダの会場を、スペイン国家とスピノラへの敬意を表して描いた。ディエゴ・ベラスケスとアンブロジオ・スピノラが非常に親密になったのはベラスケスは、スピノラの死後かなり気分を精進させ、 彼の名誉を回復したいと考えた。ベラスケスは、スピノラと知り合ったことで、亡きスピノラへの参事として、ブレダの会場を描いたのであった。通称、ヤリラス・ランゼスの由来となったやりもち。拡大図、ブレダの会場は、フェリペ四世軍の勝利を記念して描かれた、実物大の宣教会が十二枚のうちの一つで、ブエンレティーログの王室サロンに掲げられていた。描かれているのは、 スペインとオランダ間で幸福文書が1625年6月5日に調印された3日後、鍵の受け渡しの場面である。それゆえ絵の焦点は戦闘そのものではなく和解に置かれている。鍵は文字通り構成の鍵であり、他の要素の構成を決める元となっている。絵の中心点は比喩的にもユスティヌス・ファン・ナッサウからスピノラへ手渡される鍵に置かれている。 この絵の特徴は、戦闘を描写した絵ながら、性的で、感傷的な点にある。目撃者の生命によれば、スピノラとナシサウ両者が馬から降りたという。スピノラは、王子の王冠や高貴な生まれの士官たちに囲まれたユスティヌスが到着するのを待った。ついで現れたのは、総督とその家族、親族、陸軍士官学校の生徒代表であった。 彼らは包囲の間、一箇所に閉じ込められていた。スピノラは敵の敗傷に穏やかな表情で挨拶をして抱きしめ、長い攻防で彼らが見せた勇気や忍耐力を称える言葉さえかけている。ブレダの会場を通して、スピノラはオランダ軍に示した尊敬の態度を今日まで称えられている。スピノラはベラスケスの絵が示したのは戦争の果てに人が覗かせる。 人道愛であり、ユスティヌスやオランダ軍に対し、スピノラが示した配慮を称えている。ベラスケスは、スピノラと交友があったため、ブレダの会場を歴史的にも正確に描くことができた。スピノラの外見描写の正確性はもちろん、戦闘について、スピノラが記憶していた内容も、ベラスケスの絵の構成に役立った。ブレダ包囲戦に関する、 個人的な体験に基づいた歴史知識を通してブレダの会場は非常に重要な歴史的実況を果たしている。ベラスケスはブレダの会場は戦の場におけるスペインの力、忍耐、情け深さが一つになった瞬間に権威を表している。画面全体の右肩に紙切れが落ちている描写があるが、これはもともと画家が署名するために描かれたとされているが、 他のベラスケスの作品と同様に最終的に署名されることはなかった。ヤンモリス 1964? スペイン、P29 ただし、絵の中央でスピノラが肩に手を置いていたわっている。敗軍の将は、マウリッツ及びフレデリック・ヘンドリックの書室の兄で、ブレダ司令官のユスティヌス・ファン・ナッサウである。ありがとうございます。